ジェームズ谷の釣り TV。 12月10日釣り堀上げ応援、またまたレトロなヘラ竿、浅田菜うどんセット。でまずはチャレンジ。また水に行ったら雨つじゃないでしょうね。魚は湧くほど浮きの周りに、イルがなかなか食い当たりにならない。しのちゃんは両グルテン、底釣りで上手に合わせてコンスタント。うわ、8倍のままスイッチして、こんなゲストもいるみたい。プチボソ君、あゆ釣り師あるある、ヘラのせかかり。はい、こんにちは、ジェームズ谷です。はい、篠田です。今日は朝マゼコ行く予定だったんだけど、急遽変更にして上尾に行きました。釣り堀だからね、ジャカスが釣れる予定だったんだけど、なんか浅棚でうどん食わない、両団子もダメ、両グルもダメと。セットのうどんなかなか難しくて食わせられなくて、私はだいぶ苦戦しちゃいました。で、しのちゃんはね、一方横で浅棚も底釣りもうまく合わせて釣ってましたけど、今日どうだった？今日はなんか全部釣ったよね。36枚ですね。ああ、それしかね、まあ、50ぐらい釣ったかと思った。いやそこそこ、それなりに、まあ、両うどんと両グルテンと。私は20枚いきませんでした。はい大苦戦。5、60枚釣る予定だったんだけどね、なかなか食わねえね。まあ多分新ベラ入ってないと思いますよ。やめちゃうって聞いたけど、何、さっきの話は何ですか？2月の28日が最後で、来年ですね、2月28日に上尾園さんは終了ということで、張り紙が出てます。何、なんか釣り具屋の野本釣り具店さんの方もって話ってことですね。両方とも終了ということになってます。なんか今日もまあ多分まだ年明けか年内来ると思うけど、なんか池ね、次通った時にマンションかなんかなすんで嫌ですね、なんかね。ちょうど見えると思いますけどね、バックにね。残念ながら2月最後で終わっちゃうらしいです。で、今日ね、まだ早いから、3時半に閉店ですって帰らされちゃうから、これからぼったくるフェリー上尾店巡視、ご飯食べて巡視して帰りましょう。はい、じゃあ明日も、今日土曜日なんで久しぶりに土日連チャンでヘラ釣り入れます。明日まずいこ、まあ、つぶらた、まあ、のぞりいます。先日買ったでかいワイドな釣り台使いに、まぜこのおかっぱりでも行こうと思います。じゃあお疲れ様でした。お疲れ様です。上尾園さん、残念ながら来年2月で閉園。いつもありがとうございました。ご視聴いただきありがとうございます。